ごきげんよう。今日このタイトルにしましたのは、ツイッターでなんか上げてましたよね。なんかその大人とはつけてない友達問題が、何でしたっけあれ。なんか子供を仕事で子供がいを見てるんですけど、なんか仲いい子たちが2人、ペアで仲いい女の子たちを見て、はい、あ、なんか私こういうのって小学校の時なかったなと思って、ちょっと羨ましいような、なんていうんだろう、ちょっと寂しいような、なかったなっていうのを思ったことがありまして、それをツイート。子供の仲のいい2人を見てそういうのがなかった。そう、なんか親友みたいなのはなかった。あ、ちっちゃい時に？ちっちゃい時に親友。あ、ちなみにどこ出身？あ、なんていうの？なんか引っ越した、転々としてるとか、うん、じゃないです、関東で。ずっと同じ県、ほぼ同じ市です。ずっと住んでる。あ、なるほど。はい。だとすると、その昔、幼馴染っていうのはあってもいい話ですよね。うん、そう。でもない、その幼馴染ない。で、僕の場合生まれたところにずっと住んでるんです、はい、あ、ちょっと出たりは入ったりはするんですけど、うん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 、だとその中学校からの友達とか、高校の時の友達っていうのが残ってるのがいれば、うんうんうん、その、あ、昔そういう、なんか、し、なんていうんだろう、こっぱずかしいですけど親友みたいなのはあったなと思うんですよ。グループではあるんですけど、はい、小学校の時の、仲いい友達、はい、で、まあ、男女合わせたようなで、よく飲む友達がいるんですけど、うん、女子でもうこの子親友みたいなのはいない、はい、むしろ皆さんいるんですか？なるほど。って親友、このね、親友ってなかなか癖もんですよね。お前親友だよなって言わないじゃないですか、うん、でも女子の間では結構親友だよねって、なんか私たちが小さい、なんか小学生の時って、はい、誰と誰が仲がいいみたいなのを書いて、はい、学校の先生に調査されませんでした？あ、なんかあった覚えはあります。クラスで仲のいい子は誰ですかとか、そう、そういうやつ。そう、はいはい、あれがもう苦痛でしょうがなかった。なんかでもそれちょっと分かるのは、なんか向こうはそう思ってないかもしれないのに、そう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 、書かなきゃダメなのみたいな。そうですね、なんかあの子とあの子両思いだよみたいなの、それを先生に出すみたいな感覚ですもんね。ありました、ありました。でもあったような気はするけど、それを覚えて、なんかありました、それも。あんまり記憶にない。記憶にない。そう。で、僕もあったかもしれないけど記憶にないっていうことは、多分そんなに気にしてないんでしょうね。ああ、気にしなかったんですか。なんか多分誰かのように思えてます。脳天気に書いたんだと思います。で、なんか1年に1回あんのかな。あったよね。私のところは、まあね、多分あったんですよね。はい。なんかあんまり言いた、うん、いい思い出じゃないのであれですけど、なんかそれがこうぴったり多分ハマったことがなくって、ね、両思いじゃないけど女子の同士の 女性同士でそう多分、ね、仲がいいよねって、うん、あの回答を見せられるわけじゃないですけど、でもそれを家庭訪問の時に、はい、なんか言われたのを思い出して今すごい何を言われるんですか？なんか仲いい子、いない、仲いいっていうか、お互いにこう書くような子がちょっといないみたいなんですけど、はい、大丈夫ですかみたいなことを怖っなるほど。なんか言われて、もう本当その時は本当に嫌だったっていうのを今思い出しました。母親にすごい心配された。これが、まあ、INFJ だと思ってらっしゃる、うん、はい、っていう、多分今でも変わんないですよね、そういう思いって。変わんない、思い出したけどやっぱ変わんないなって思いましたっていうのを、はい、まあ、脳天気に話していいのかっていう、人が思い出したくないですっていうのをそれでそれでって
こじくるっていうのをやりたいと思っており、あ、女性とめるめるちゃんがね、女性同士の友達、高中高はいたけど、うん、別々の大学に行ってから音沙汰がないと。で、時々さんも親友の定義が難しいよねと。なんか私たち親友だよねって言われるとなんか縛られてる気がしてちょっと重くなりましたと。なんか気にしたこともないですよ。親友だよねとかっていうやり取りまあないですよね、確かに。この僕なんかこう小学校の時、はい、例えば5年生、はい、仲のいい友達、はい、6年生になると全く遊ばないですもん。クラスが離れるとね。はいはい、でそんなもんでずっとその時で友達が違うみたいな。はい、まあ僕も小学校の時はそんな、うん、で気にしたこともないですよ。この子がずっと一生友達かとか気にしたこともない。で今はじゃあ友達います？ドキ。ま、今日は親友でいらっしゃってますけども、親友なのか親友なのか分かんないですけども。それですよね。じゃあ今親友いるかっていうことですか？っていうと僕もなんか要は中高の時友達だった、うん、で今たまに今見てる場合があるのでちょっと言いにくいんですけど、親友かって言われるとどうなんでしょうね。僕はまあ仲がいいとは、うん、何を親友と呼ぶかですよ。はい、でじゃあ毎その年に何回も会うかっていうと、会って面白いかって言われると何て言うんだろうもうこの面白いっていうのはなんか大人になって興味の範囲が変わってくるじゃないですか。そうするとなんかね、何回もなんか昔話、あの時こうでさっていうのももうそんなに話すこともなくなってくると、そんなに会う必要ってないですもんね。あとなんか僕としてはなんかこういう同じベクトルが一緒の人と話してる方がなんかその月に何回も会って面白いっていうのはあるんですけども、今なんかそういう女子ってなんか得意の世界じゃないですか。ママ友暗い暗い、あごめんなさいママ友はいます。なるほど。けど、はい、だから何をもって親友というかっていうところなのかなとも思うんですけど、向こうがこっちと同じぐらい思ってくれてるの。小学生か小学生かもうできないと思い込んでるんですかね。作ろうっていうわけでもないですけど、重く考えてるじゃないですか友達のこと。親友、あ、必要だと思ってる。うん、必要だと思う。今はもう必要だとは思ってないですけど、はい、あの小さい時、子供の時は、はい、やっぱそういうのがあるっていうのはすごく、うん、いいなっていうか親友って言えるような関係性が、うん、じゃあ恋の相談とか誰にしてたんですか？しないですよそんなでもなんか女子ってあるあるじゃないですか。なんか誰々ちゃんが好きだってって大体なんか資格が来るじゃないですか。本人じゃなくて友達が来てなんか確認してから告白するみたいなのが、まあ僕はそういうのないんですけど、でもなんか女子ってそういうのがあるじゃないですか。まず友達が言いに行くみたいなっていうのはなかった。ないない。え、そういう風にしてたんですか？っていうの僕は見てた。男子もいるじゃないですか。男子もいますよね。そう、茶化してじゃないけど、はい、俺が言ってやるみたいな。ああ、それやったことあるななんか一緒の人を好きになったら、あ、はい、私はそういうことはないですけど、はい、一緒の人を好きになったら一緒に頑張ろうねみたいなことを言い合ってた女子たちがいたんですよ。はい、あるあるですね。えっと思った。ああそうみたいな。そんなのあるんだみたいな。そこ一緒に頑張るんだみたいな。でもあれはもうマラソン大会一緒に走ろうねと一緒です。どっちかがやるんです。抜け駆けするんです。最後。はい。最後パッと走り出すんですよ。走るまでが一緒だ。はい。で、崩れちゃう。はい、マラソン大会一緒に走ろうねもないし。はい。ちょっと寂しすぎる。なるほど。あるんですか？言いました僕は、まあ、気にしたくていいですよ。っていうと、そう言って言うと、うん、僕はいた方だなと思います。てか自分が行くっていうことは、あ、それを言いに行くっていうことは、はい、なんだろう、むしろおこがましいと思ってた。そんな人に自分の
一緒に行こうねって誘うことが、なんだろう、私がしていいのかって思ってた。っていうとすると、なんか向こうからは見るとバリアは見えそうですね。もこちゃんはそういう子だ、うん、話しかけるなって言ってるみたいな、うんうんうん、あ、それはあるかも。来ないでね、あ、来ないでねは、来ないでねの言っちゃいけない、言っちゃいけないっていうか、言えない、そんな、そんな私なんとか言えることじゃない。なるほど。で、今メリメリさんが、内向の人はそういうプライベートなことをむやみに外にいる人に、あ、開示されることに拒否反応を示す人いますよねと。困るからですか。困る、聞かれると困るじゃないですか。親友が出て書いた、そうですね、書いた時に相手が書いてないみたいな、はい、ありますよ、それは。それ傷つくじゃない、それは傷つきますよね。それあ、なのでそういうのがなかった。でこう逆に書かないっていうのも気まずいじゃないですか、はい、そう、あっち書い、あっち書いてたのにもありますよね。なんかいろいろ気を使うじゃないですか、ね、うん、気を使う。でも昔はそういうの確かにありましたよね、そういうなんか、あの、今考えると考えられないようなっていうのがフラッシュバックした感じ。今別に悩んでるわけじゃない、その逆に今僕、友達が、友達って何だろうとは思ったりします。そう考えるから、考えなくてもいいこと。でもなんかその今ここが親友かって言われると、付き合いは長いですけど、これどういう関係なんでしょう。分からないです。分からないですよね。でもなんか昨日体調がね、いや僕は100まで生きるんですよ、で90がピークなんですって話をした時に、僕は早く死にますけどね、うん、言った時にちょっと泣きそうになったんですよ。あ、泣きそうになったんですよ僕。それは嫌ですね、うん、っていうのが、なんかまあこれはなんかこれから一緒にご飯を食べていこうねっていう共同体の一人がいなくなった時も、ご飯食べていけなくなるじゃんっていう不安もあるかもしれないんですけど、なんか寂しくなってで考えた時に、例えば今会ってない友達、中高の時の友達が昔めちゃめちゃ遊んでた子が死んだ時に俺泣くのかなって考えるんですよ。泣かないかもしれない。でも死ぬと違いますよ。あ、そういう経験がある。はいはい、今年ですよ。あ、何かあった。その本当に全然遊んでない、遊んでない、昔は遊んだ、はいはい、けど、はい、もう10年以上会ってないレベル。なるほどなるほど、うん、で本当に20代ぐらいの時は本当によく遊んでて、でみんな結婚していくじゃないですか、はいはいはい、でそうするとだん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 こう合わなくなりますよ ね, なりますよね、はいはい、でもう最後に会ったのがもういつかは覚えてないけど、もう20代ですよ。20代、20代の終わり頃、まあ、かれこれ20年前ですね。我々だとっていう友達が死んだんですよ、はい、ご病気か何か、がんで。ああ、なるほど。で、はい、既読みたいな状態でいきなり連絡あって、ああ、なるほど。そうそう、じゃあもう喋ってないとかで、友達の一人だけがたまたま連絡を取り合っててみたいな、で既得だからみんな行こうみたいな、だからポロポロ聞きました。そうそうそう、もっと会っとけばよかったかなとか思いました。なるほど。そういうのがないかもしれない。いいんじゃないですか別に。だからでも親友なんて思ってないですよ僕は。だから、はいはい、思ってなかったけど、はい、それでもこうそうなると悲しいっていう。 あとそういうのはたくさんいるような気が、だったらいるんじゃないですか。思ってないけど、はい、どうぞどうぞ。同じ時間を過ごして、はい、多くの時間を過ごしてきた人はいる、たくさん。はい、なんか、なんだろう、思いの、はい、思いというか、なんで時間じゃなくて、ちょっと深さみたいな。はい、何違うな、深さじゃなくて。でも向こうもしかしたら見てたらショックを受けてる人がいた、今いるかもしれないですよね。知ってる人が見てて、あれ私親友と思ってたのに、親友って言ってないって。その気を使うのもあるそうです、はいはい、そうだ。例えば今ママ友とかでよく誘ってくれて、ご飯にも行くし飲みにも行くし、はい、お買い物にも行くしっていう、いるんですよ、はい、けど親友とは言えない、言えない。なんか言ったらちょっと気を使ってね、うん、おこがましいっていう。それはなんとなくわかります、
なんか言っていいのかなって、うん、なんか友達じゃなくて親友、うん、一段上がるわけじゃないですか、うん、上がる感じはしますよね、言葉だけ、言葉の話なのに、うん、でそれをこう親友って言ってしまったら相手がちょっとなる可能性もあるし、そうさっき、うん、あの時々さんが縛られたみたいだ、うんうん、はい、あゆは親友っていうくくりにされると、うん、なんかちょっと縛られた感があるよっていうコメントが、うん、まあ、それはなんか中高だからかもしれないんですけどね、うん、でもまた大人で親友って言われるのもなんか、うん、なんかそう重い重いってなりそうな気がしますけどね。子供の時のそれを引きずったまま、はい、いつの間にか大人になってて、まあ、あります。だから親友みたいな、なんか必ずペアでいるみたいなのは作れない。部活やってらっしゃいましたよね。部活やってて、はい、何部でしたっけ。その時にバスケをやってたんですけど、バスケットをやってたんですけど、はい、そう、その時にうちの高校3年生の先輩と、はい、2年生の先輩と1年生のこと、はい、でなんかグループみたいなのが作られるんですよ、はい、結構強豪校。私の上の代はインターハイとかやってた、はい、なるほどなるほど。はい、で、グループみたいなのパートって呼ばれるのが作られたんですよ、はい、その時に初めて、はい、私一人だけじゃないんだって思えた。分かりますか。私一人じゃないんだってね一人じゃなくて私にもペアができたんだって思えたの。なんか恋人じゃないのに、はい、いきなり恋人ができたみたいな。バディ、それみたいな、はい、そう、すっごい嬉しかったのが、何を努力してるわけでもない、すごい嬉しかった。そう、はい、ここがペア、あのパートねっていきなり発表されて、はい、すっごい嬉しかったの、すごい言えますもんね、仲間だ、そうパートナーだねって。パートナー、そう、そのことはうまくいったんですか。その子、あ、気があったか。先輩後輩やので。でも気が合う先輩後輩ってあるじゃないですか。聞きすぎ別ですもん、先輩後輩。いやいやあるよね、気が合う、あいつ、あの先輩気が合わん、こっちの先輩好きとか。今それを好きとかは言ってもいいじゃないですか。好きって言わせる、もう言われた瞬間好きになってるんですよ、はい、私の場合だけかもしれないけど。もういいんです、好きなんです。もうすごい怖かった先輩、はいはい、もうすごく厳しい先輩、はい、でなんでその先輩なんだろうって思ったぐらいの先輩が私の1年生の時の3年生なんですけど、はい、もう言われた瞬間めっちゃ好きになっちゃう。なるほど。みたいな、もう自分の好き嫌いはあんま関係ない、自分の感じはあんま関係なくて。それがもう、でも2年生の時もそれがあって、3年の時もそれがあるんですよね、組。うん、私がもう2年生の時にはそういうのもやめなさいっていう顧問の先生からの達しがあって、あ、解消されちゃった。解消されちゃった、なっちゃった。でまたそこから悩みがまた続くんですね。 NY21 さんがめっちゃわかるというコメントをいただいております。友達も定義じゃないですか、どこから友達か。そう、僕もね、知り合いとここをね友達って言っていいのがわかんないんですよ。もう今一番合うんですね、うん、週に2回会いますから、うんうんうん、もう恋人に近いですよ週に2回でもここを僕今だいぶちょっと緊張はするんです。回ってれば普通です、うん、っていう。確かにこの友達とかって難しいですよね。コウタさんは僕の親友の定義はこっちが親友と思えば親友、あ、同じ。向こうが違うってなれば違うんかで終わり。違うんかで終わるのは逆にこっちが親友と思ってなくても向こうが親友って言うならじゃあ親友、これなんかポップでいいですよね。だから多分それぐらいの軽い気持ちで親友って言ってる人と、はい、親友ってなんだって深く考える人がいるんです。僕もどっちかっていうと親友っていうのはちょっと無理ですよ思うもんです。まあ遊んでたりはするんですけど、今は特に大人になってしまうと親友って言われると最近会ってないし、重い気がするじゃないですか。わかる。だからそこに入れていいのかみたいな、はい、確かになんかこいつ寂しがり屋だなって思われるなとか
あ、そういうのもあるじゃないですか。いや実際寂しがり屋だから私私え寂しがり屋、うん、これを思ってる時点でそうなのかなって、だからそれをさらけ出すのもちょっとだからこの NF ですかね、この自分本当の自分は何だみたいな、うん、